お気に召すままは、1962年7月14日から11月24日の土曜日21時30分22時に日本教育テレビで放送された全20回のテレビドラマシリーズ。全英ドラマシリーズという副題のオムニバスドラマシリーズであり、安倍工房が企画、構成、監修、原案を務めた。提供はレナウン。広告代理店は電通。 本シリーズについて、安倍工房は、事前告知で、前衛的で、わかりやすく、面白いというドラマを作るのが狙いです。我々の欲望が実現しすぎる悲劇を、風刺的に取り扱うつもりで、オチのはっきりした、楽しめるものと説明している。なお、第5回のドラマ、幽霊会社に対して、スポンサーからクレームがつき、第6回は、予定を変更し、 安倍工房がタッチしない短髪ドラマ、新婚旅行が放映された。1962年7月14日放映。機械文明が極度に発達した50年後、ある金持ちの娘で女学生、優子が自分と全く同じ脳波と型の特注のロボットを買い、嫌なことや面倒なことをロボットにさせる。ロボットは主人の命令を忠実に守るが、優子が嫌なことは、 楽しいことの裏側だと気づいた時は、すでに遅く、ゆ子の生活はロボットに奪われていた。1962年7月21日放映。1962年7月28日放映。1962年8月4日放映。1962年8月11日放映。1962年8月18日放映。作、安倍工房。 あらすじ1962年8月25日、放映。1962年9月1日放映。1962年9月8日放映。1962年9月13日放映。1962年9月22日放映。1962年9月29日,放映,月29日放映。1962年10月6日放映。 1962年10月13日放映。1962年10月20日放映。1962年10月27日放映。1962年11月3日放映。1962年11月10日放映。放映世界の食糧危機に対処するため、大学病院である男 A に羊の毛腸を移植する実験が行われた。 人類が草や藁を自由に消化できる体になれば、飢えも戦争もなくなるという目算だった。実験の成功を宣伝するために、男はマスコミに紹介された。男の腹は消化のため変な音を常に鳴らし、低カロリーの藁を耐え噛んでいるため顎が腫れるほどだったが、世間に注目され満足していた。しかし医者は、食べることの解放どころか、朝から晩まで咀嚼で、 人間の精神の欲望までもなくしてしまう。この実験が失敗だということに気づいた。医者は学会に発表する前に、藁に下剤を混ぜて失敗してみせようと提案するが、男は、こいつは、もう私の盲腸なんだと拒否した。男は、病院が手配する、酵素加工されている藁を食べずに、放棄の先を切って作った自家製の餌を食べ、3日後に腹痛を起こした。 男は病院に運ばれ、移植盲腸は切除された。医者はマスコミに、男は移植のアレルギー症状を起こしたと説明した。幼鳥切除に起こる男に対して医者は、君は、おかげで精神の上からは、逃れられたと言った。男は、精神なんか、クソくらいだ。いらん、おせっかいをしやがって、と怒った。そして弱々しく、あのままにしておいてくれりゃ、 動物園だって引き受けてくれたかもしれないのにと言った。1962年11月17日放映。1962年11月24日放映。24時間以内の過去なら再現できることのできるタイムマシンを使って小一民の夫婦の欲望を追っていくコミックタッチのドラマ。夫の発明した。 タイムマシンを利用して、夫婦は食べたいものを食べ、欲しいものを買った後に、借金をした時間に戻してお金を戻すことを、格索する。ありがとうございます。